What's up YouTube? 今日はですね、リクエストをいただきましたので私のメイクアップ道具についてちょっとお見せしようかなと思います。って言ってもね、私のなんで あんまり参考にならないかもしれませんけど、なぜ素材が素材なので、しかもね、あんまり高いやつは全然使ってないです。なので、まあ一個ずつちょっと紹介していきますね。まずメイクアップですが、一個ずつ出していくね。ここで使ってるメイクは全部この分かるかな、 ELF って言って、多分これね、アイズリップフェイスとかいう感じの略称だったと思いますけど、ここのコスメをほぼ90何パーセントかな使ってると思います。なんでかっていうと、ここのやつは動物実験をしてないんですね。ここには書いてないけど、箱に全部書いてあって、でビーガンなので動物実験をしてない化粧品を使おうということで、全部 ELF で揃えています。ここの化粧品なんですけど、別に回し物ではないですが、まあ、いいところは動物実験をしてないのと、あとターゲットとかウォルマートとか、まあ、日本で言ったらヨーカドーみたいな感じのとこで気軽に買えるんですね。で、値段が安いです。ファンデーションがね、確かね、1000円しない、600円とか、チフレに近いと思います。チフレみたいな感じなんですけど、結構品質が良くて、あとデザインがすごい気に入ってるんですね。全部ね、こう黒ベースでパッケージが統一されてて、そうじゃないのもたまにあるんですけど、これでも十分安いんですけど、これより安いラインがあって、それはなんかこういう感じの普通のパッケージになってたりしますけど、でもまあそんな感じですね。はい。で、一個ずつ紹介していこうかな。まずは BB クリームを使ってます。で、私は色が日焼けしててすごく濃いので、濃いベージュです。はい。で、BB クリームかな、 BB クリームの日の時と、あとはファンデーションの日の気分の時があります。って言っても私はファンデーションは本当に小指の先ちょっとだけ取って、ここら辺だけ伸ばして、あとはお粉で仕上げる感じになってるので、こうワンプッシュ全部使うことはまずないです。で、ファンデーションで、BB クリームかファンデーションでちょっとのせた後、コンシーラーがありまして、コンシーラーを使っております。コンシーラーで目の下と、あとちょっとそばかすが浮いてて、まああまり隠す気はないですけれどそばかすと目の下のクマ隠しにコンシーラーを塗ります。で、塗った後に、これいつか化粧品の化粧品、自分が化粧してるところとかのビデオとか見たい人いるのかな、をやってもいいかなと思うんですけど、ビデオフェイスブラシ、これもエルフですねわかるかな。で、フェイスブラシとお粉、ルースパウダー、もうほとんどなくなりかけですけど、ルースパウダーでバーっとこう一旦全部カバーをします。お粉を塗って、で、その後に私はブロンザーを使っています。日本の人やったら色が白くて綺麗なので、多分ハイライターをお使いになるといいと思うんですけど、私はまず日焼けをしていて顔の色が濃いので、あとね、アメリカは結構ブロンザーを使ってる人が多いですねみんな色そんな白くないし。で、これは本当はブロンザーと、チークブラシが入っていたんですけど、チークの方を先に使ってしまったので、ブロンザーでコントゥールっていうの、何つうのかな、日本語で分からんなんかハイライターじゃなくてローライターですね、ローライトを入れてます。このブラシを使ってブロンザー取って、こことここと顔の、だからこうシャドウになるところに入れて、で、チークここがなくなってるんで、これか別に買ったやつがまたあるんですけど、このチークで、チークブラシ、これはボディショップで買った、だいぶ前に買ったやつで、チークを乗せて、で、いきます。で、眉毛。眉毛は、これダイソーで日本にいた時に3年ぐらい前に買ったやつで、これの何がいいかっていうと、芯が繰り出し式なんですね。わかるかな？で、返芯が
あるんです。で10個ぐらい買って帰って、これが多分もう最後のやつなんで、誰か送ってくださいとか言ったりして、ダイソーで3本入って100円で、こっちも100円あったんで、これがめちゃめちゃ重宝します。なんかね、細かいラインが描きやすいし、あまりよれないし、でこれで眉毛のアウトラインを描いて、でここの眉毛パウダー、アウトラインを描いた後に眉毛パウダーで間を、このブラシ、細いブラシを使って眉毛パウダーで間を埋めるという感じですね。でそれが終わったらアイシャドウを使います。アイシャドウもエルフので、よいしょ、ブラシがついてるけどちょっと汚いな。こういう感じで、明るめの色をまぶた全体にのせて、濃いめの色でこう目際に入れて締めていく感じで使ってます。で、あとマスカラ、マスカラも同じくエルフのなんかミネラルが入ってるとかいうやつで、よ、まあ、中身は至って普通のマスカラですね。これでもね、ウォータープルーフになってて結構使いやすいです。これを使うか、あとはアメリカだと、ウェット&ワイルドって言って、ここのブランドのが同じく動物実験をしてないやつなので、ここのマスカラをたまに使います。でもマスカラは最近使う回数が減りましたね。なんやろね、落とすときにめんどくさいのよね。まあ、マスカラを使わない日は、ビューラーでまつげ上げて終わりです。今日はマスカラ使ってません。で、マスカラまでして、アイシャドウも入れてで終わりやね。で、あ、そうそう、アイシャドウ入れるのは、このアイシャドウ用の、これもウェット&ワイルド、ブラシで、広いところはアイシャドウを入れて、で、細かいブラシでここの目際を入れるという感じにしてます。で、リップがない。リップちょっと持っていきましょうか。って言ってもね、リップは、ティントが入った色付きリップですね。はいよ。リップも同じくこの ELF のを使ってます。これね、色はこの色と今あるやつね、これとこれを使ってます。で、口紅もあるんですけど、ほとんど色付きのリップクリームで済ましてます。口紅も一応同じくこれも ELF のやつです。で、化粧が全部終わったら、一応落ちにくいようにこのメイクアップのミスト、セットミストっていうのがあるので、これで最後にシュ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 とかけてメイク落ちにくくして終わりですね。はい、そんな感じです。参考になったかしら。で、クシ、あのヘアスタイルする時のクシみたいな感じで、最近は全然お金かけなくなりましたね。まあ、その大手のランコムとか資生堂とかそういうところは全部動物実験をしているので、もう候補としてはなくなってしまったのもありますし、あとは何やろね、こうお化粧品買って20代の時すごい楽しかったんですけど、値段と見た目はあんまり比例しないというか、まあ、工房は筆を選ばずというけれど、私はあまりメイクの技術もないし、高い化粧品使ったからといってその分素敵に見えるかというとそうでもないので、まあ、そんな感じで今手に入りやすいものでアメリカでこうやって化粧しながら暮らしております。はい、そうだな、あ、雨降ってきた。次は身の回りのお風呂で使ってるシャンプーとかソープとか何使ってるとか、スキンケアのやつを今度紹介しようかなと思います。はい。ご要望にお答えできましたでしょうか。はい、じゃあまたそんな感じで、皆さん次のビデオでお会いしましょう。じゃあね。